何してるんですか。これここにはまるやつだよね、多分。大きさ的にぽいよね。うんうん。あ、はまる。はいはいはい。このちっちゃいのどこだ。重い？さあ、この部屋は？シアタールームです。シアタールームです。このリビングの隣にシアタールームを作ります。この巨大65型のテレビを映画用に買いました。買ったね、思い切ってね。大きいね。これはこんなので見るのって結構夢だよね。ね、このマックスゼンっていう謎の聞いたことのない名前のテレビはネットで調べたら他よりやたら安くて質も悪くないっていう結構評判のやつでした。うん、よかった。ちゃんと 4K 対応やし。 4K 絞れた。怖っ。うーん、難しい。本当だ、でかい。超でかくない？でかい。すごい、これで映画見たい。すごーい。簡単だったらこれで何を見たい？これやったらなんかすごい映像綺麗なやつもいいし、アクションもすごい。そうね。超でけえのに超おいしい。昔ここでカラオケ大会してた時のスポットライト。あーはいはい、あーはいはいはい、そういうことね。ザソファ、ザソファ、え、なんつうの、ローソファか。はい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 。シアタールームっぽくなってきてる。はい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 、いいねいいね。これぐらいの方が、こういうローソファの方がリラックスして見れるかもね。死ぬほど迷った。どのソファー買うか。本当死ぬほど迷った。いや、いいよ、めっちゃいい色やん。うん、この生地感もいいわ。これいくら？これ3万かな。3万。ソファーたっけ。ここにこうやって置いて、ロットマンここに置くっていう方法もあるんですけど。ロットマン？オットマン？それ神田がつけたの？違う。ああ、はいはいはい。あ、いいね、硬くて。ああ、いいね。はい、お次は？お次は、一人掛けのソファー椅子。社長室にあるやつやね。そう。あんまりレザー好きじゃないんだけど。うん、知ってる。ね。知ってるよ。夏やね。夏。汗がにじむよね。びっくり、これぐらい。これで1万してないと思うけどな。ああ。8000、9000ぐらいだったと思うけど。ああ、はいはい。お得。応接室になった。ああ、かっこいい。あらららららここで何をします？はい、かっけえ。ああ、すごくいい。はい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 。いいね。うん、テレビを、ね、ちょっと前までここが瓦礫の山だったとは思えないね。
ああ、ここ壊したね最初の頃。そしてあの壁を漆喰で塗って、うん、この点あの梁を全部塗って、うん、あの障子だって高さ直して。長い戦い。これちょっと友達と飲めるよね。オープンする前に一回。お、ここで宴会したいね。このテーブルもいいよね。あの、うん、ハードオフで買ったやつ。これハードオフ、ね。味のあるテーブル。ね、これ2000円ぐらいだったっけ？もう2000円もせんかったかもしれない。なんかあの動画なくて言ってるよね。ね、重効果あるのにねってね。もうちょっとだけやろうか。